はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今日はピンクのバラとピンクの芍薬で可愛い花束を作っていきます。では早速いってみます。どうぞ。まず最初にこの芍薬を持ちますね。そしたら芍薬をこう何本か持ちます。こんな感じです。そしたらこの周りにこのバラを配置していきます。ただバラは、まあ、全体に入れないで、まあ、こう片側に集中して入れるような感じですね。こうなります。そしたらこの周りにキキョウラグリーンを入れていきます。グリーンを持ったら握り込みます。こんな感じですね。はい、できました。では結束して正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。まあ簡単にねできますから、もう芍薬入れてバラ入れてキキョウラン丸めるだけですから、もう簡単にできますから、ぜひ皆さんも作ってみてください。まあこういうねお花とか葉っぱとか枝物がお家のね食卓にちょこっとこう、まあこう大きくなくてもいいです、ちょこっと置いてあるだけでも本当にこう癒される、和みのある空間になりますね。なのでぜひね、もう本当にこう葉っぱ 2,3 枚とかでもいいんで、ぜひ飾ってみてください。エルフラワーデザインインターナショナル、エルフラワーではそういうお花の飾り方が簡単に覚えられるスクールです。ぜひ皆さん体験レッスンだけでもいらしてみてください。では今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.